こんにちは、翔太です。今回なんですけど、7月1日のですね、更新情報があるはずなので、そちらについて見ていこうと思います。まずは今来ているガチャとかについてですね、最新の雑貨ですね、本日から始まったので、まずはですね、無料1回分っていうのをやるのを忘れないようにしてください。で、福神の釣り場ですね、こちらはまあ課金限定イベントになっておりますので、まあ、課金される方限定のイベントにはなるんですけど、まあ、120円のやつと、キザの水引きが確定じゃなくなったっていうところがあって、まあ、若干お得感は減ってしまったんですけど、まあ、やっぱりですね、SSR のキャラクターを取れる、あるいはですね、覚醒炭50個ですね、600円で取ることができるっていうところで、120円ごとにこの覚醒炭5個と、高級覚醒炭20個もらえるっていうところはですね、まあ、確定分だけで考えても非常にいいガチャかなというふうには思いますので、課金される方は120円はおすすめです。で、星の羅針盤今来ているので、まあ、もしですね、まあ、個人的には、まあ、無課金で MR 結晶取れる貴重な機会かなと思いますので、取るの忘れないようにしてください。で、一朝一夕ですね、本日から始まっていますので、大吉出た方はですね、引いてもらうのもいいのかなと、課金してもらうのもいいのかなと思います。で、特典なんですけど、週間期限来ているので課金される方は忘れないようにしてください。映画現月はまあ今のところは特に何もないんですけど、まあカラカラパック、ガタガタパック、ザーザパック、このあたりですね、買われる方は忘れないようにしてください。で、週のギフトですね、コーンギフト、ハッピーギフト、どちらも来ているので課金される方は忘れないようにしてください。で、続いてイベントですね。まずはランスロット本日から来ましたけど、まあぶっ壊れキャラではないかなっていう私は思ってます。で、茨城同士本日までとなっておりますけど、このキャラクターに関してもですね、無理に取る必要っていうのはないと考えています。で、新王星に関しても、まあ、花嫁化したら使えるかとは思いますけど、なかなかそこまでハードル高いのでスルーでいいと思います。で、龍歩ですね、こちらは UR1000 までいますけど、まあスルーでいいと思います。続いて送信も来ましたけど、こちらに関してもですね、まだ UR1000 アバターっていうところでですね、無理に取る必要っていうのは全然ないと思います。奥義もほとんどないですしね、まあ、SSR の状態だと奥義がちょっとあるぐらいで、まあそこまでは取ってもらったらいいんじゃないかと思います。加工園も同様ですね。で、馬食に関しても同様です。で、美少女学園来ているので、まあ奥義優秀なキャラクターたちが今回結構揃ったかなというような印象があるので、取られる方は取っていただくのを忘れないようにしてください。ラッキースターも来ているので、絆ですね、集めていただくのを忘れないようにしてください。で、まあ、明日の更新に関してはですね、まあ、具体的にガチャが更新されるというわけではない、メンテナンスがあるわけではないという言い方が正しいですかね。なので、まあ、限定特典とかは2回更新とかそういうのはないんです。少女の出会いですね、こちらに関しては今遊園地スタンプイベント来ているので、まあ、引くのを忘れないようにしてくださいっていうところですね。まあそのぐらいですね、今回に関しては。それではですね、まあ再販キャラクター誰になるのかっていうのが注目ポイントかと思いますけれども、どんなキャラ来るか見ていこうと思います。まずは映画現月です。神髄タンパックが来るよっていうお知らせだけですね。で、竜葉でしたっけ、このキャラクターの、まあ、正式なですね、イラストが出たというようなところです。色がついたっていうところですね。非常に見た目はいいキャラクターかと思います。まあ、ただちょっと応援枠とかで使えるようなキャラクターではないので、まあ、ただ撮るだけのキャラクターになるのかなとは思います。で、エビスですね、今回の再販枠としては。まあ、エビスか。エビスもめちゃめちゃ強いんですけど、まあ、ちょっとやっぱり最近の環境だと、まあ、生後状態だと、剥がされてしまう可能性があるっていうところで、なおかつ、まあ、このエビスに関しては、まあ、復活とかもないっていうところがありますので、まあ、今、ランスロットとこのエビス2体並ぶと思うんですけど、どっちを取るべきかって言われると、ランスロットかなとは思います。エビスよりランスロットの方が強いようなイメージっていうのは、あるんですけど、まあ、やっぱりちょっと党派生後状態、まあ、あれはですね、非常に強力な、生後状態ではあるんですけど、ちょっと剥がされたら終わりっていうところがありますので、まあ、性能としては非常に優秀なんですけど、まあ、取るならランスロットかなとは私は思います。で、続いて願い返しですね。こちら、まあ、3万元歩まで貯めている方多いかなと思うので、引くの忘れないようにしてください。続いてスーパーパックですね。こちら120円の方おすすめなんですけど、まあ、ちょっと最近120円で買えるものがかなり増えてきたので、まあ、無理に課金する必要っていうのはないのかなと最近は思っています。まあ、120円課金すると、拳法65時間戦闘券1枚とランダムで、まあ、こういったですね、まあ、拳法1200とか当たると非常に嬉しいんですけど、まあ、こういった報酬が手に入ると。
で、まあこの確定報酬の部分が、まあ、少し違うのと、ランダム報酬の部分も、まあ、少し内容違うんですけど、副審の釣り場とかも来ているというような状態になるので、まあ、無理にですね、ここで120円課金しなくてもいいんじゃないかなと思います。まあ、ただ私は5時間戦闘権が欲しいっていうところがありますので、まあ、資産係争以外に、まあ、こちらでも5時間戦闘権確保できるので、まあ、私は課金しようと思いますけど、無理に課金しなくてもいいんじゃないかなとは最近は思っています。3680円の方はちょっとこれはかなりぼったくりになる可能性が高いので、課金しなくていいです。3680円で、まあ、1840元宝と10時間戦闘券1枚もらえるんですけど、ランダム報酬ですね、元宝1万とか当たると嬉しいんですけど、まあ、訓練所に10枚とか、高級育成炭100個とか、宝石券100枚とか、訓練所に100枚とか、こんなところ当たると結構、まあ、かけた金額に対して、なんか泣きを見ることになるかなと思うので、私としては、まあ、取らなくていいのかなと、まあ、課金しなくていいのかなと思います。まあ、エビスですね。まあ、エビスも非常に優秀なキャラクターなんですけどね。まあ、ちょっとランスロットと並んだら、ランスロットの方がさすがに強いかなとは思います。これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。